ニュースをお伝えします。偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記を描いたモザイク画がハムギョン南道の各所に建てられました。キム・イルソン主席とキム・ジョンイル総書記を描いたモザイク画がハムフン市村長岩区域と特村リンゴ栽培農場、ハムジュ郡運動共同農場、ソルドーン共同農場、タンチョン市サムゴ共同農場、クムヤ郡リャンタン共同農場、ハムフン市ヘサン区域トンフンリ、リュウォン郡クープリ、チャンジン郡ソモク共同農場に建てられました。チャガン道の電力工業部門の労働者が増産に役立つ新技術の導入に励んでいます。市長発電所では発電機の水車バネの角度を合理的に調節して効率を高めました。チャンジャ川発電所ではダム構造物の管理を科学的に行って、今年に入り電力生産を昨年同期に比べはるかに引き上げました。関係青年発電所、イウォン発電所では発電機の油圧ポンプなどを自力で製作して設置し、トランスにデジタル温度センサーを取り入れました。道の中小型発電所の労働者技術者も、設備の実動率を高めて電力を増産しています。林業部門で生産の物質的技術的土台を固めています。チャガン道とハムギョン北道の林業管理局では、数十キロメートルの森林鉄道区間に対する枕木の交代を終え、鉱木生産事業所ではロープウェイの建設及び移設工事を行って、ロープウェイによる運搬の比重を高めています。林業機械工場とチェーンソー工場で森林鉄道用台車の車輪軸箱など運輸機械の部品と伐採用チェーンソーを生産して林産事業所に送りました。林業科学研究所では、経済的効率の高い樹木の育種システムを立て、苗の成長促進剤と殺虫剤の開発に力を入れており、林産造林事業所では、生物農薬の生産工程を構築し、生産を正常化しています。林業情報技術交流社では、組み立て式家具の生産設備についての百数件の技術の資料を収集して各工場に普及したのについて、設備の製作に必要な技術準備も着実に推し進めています。共和国の農業研究院の科学者たちが農業生産に役立つ研究の成果を積極的に導入しています。研究院では国の地帯的特性や気候に合い、味がよく栄養価と生産性が高いだけでなく、干ばつと寒さ、病虫害に強い耐性を持つ多収量の優良品種を育種して導入するため励んでいます。稲研究所では干拓地の水田に適した水稲の品種と生育期日の短い稲の品種、不利な環境条件でも高くて安全な収量が可能な稲の品種などの育種のための研究を早めています。各研究所でも、収量が高く安全なトウモロコシの品種の育種と、その多収量栽培技術の確立、用途別の様々な小麦の品種の育種のための研究に力を入れています。研究員では、農業に科学技術的に寄与するため力を集中しています。有量の小麦の品種の実効性を高め、秋の小麦と裏作のトウモロコシの日食栽培技術の導入と、無イルスジャガイモ原種の生産、そして貯存式のジャガイモ農法の創造に取り組んでいます。農作物の生育用法を責任を持って行い、害虫の駆除での科学技術上の懸案の迅速かつ正確な通報にも励んでいます。各種糖化作物の育種と多収量の油脂作物の栽培技術の導入にも力が入れられています。共和国各地で段階別計画を綿密に立て、国土管理を力強く推進しています。クワイル郡では大水の被害から人民の生命財産と国の大切な土地を保護するために、郡内の中小河川の状態を改めて漏れなくチェックし、人員と機械手段を集中して河川整理を本格的に推し進めています。コプン郡では郡所在地地区の河川の水通過能力を高める計画のもとに、コミュン川の堤防工事に力を集中しています。
軍では関係機関に工事の課題を的確に与え、機械手段を集中配置して堤防工事を積極的に推進しています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオウユンスクでした。こちらは諸村の声放送です。労働党の下で英雄に育ちました。平壌市中区域の祖門という町に住んでいる韓春シルさんの手記です。諸村人民誰もが愛する旅情誌オモニには次のようなくだりがあります。子たちも成長し、こめかみが白くなりだした私に、今も子供の頃のように呼んでみるオモニ、オモニがいる。嬉しい時もオモニ、辛い時もオモニ、可愛がられ叱られながらも甘え、あれこれとねだりもし、忘れかけた過ちも打ち明ける、このオモニなくして生きていけない。詩で作家は祖孫労働党を母オモニになぞらえました。この詩を書いたキムチョルさんの体験が生んだ感情のトロだったそうです。しかしそれはその人に限らない、私自身の体験であり心情でもあります。17歳の時、私は当時の平壌紡織工場に志願して紡績工になりました。ちょっときつい仕事でしたが、自分が紡いだ布を見るととても嬉しかったです。翌年私は年間計画を繰り上げて達成する目標を立てました。管理職の人たちも友達も皆私のことを支持してくれたし、積極的に協力してくれました。私は粘り強く奮闘して、最も多くて8000個の防水を担当し、毎年人民経済計画をはるかに繰り上げて達成しました。私がしたことは大したことではありませんでした。しかしこれでは私に公民の最高の栄誉である労働英雄称号を授けました。26歳の娘の紡績工に過ぎない私が、誰もが羨む英雄のメダルを胸につけたとき、感激のあまり止めどもなく涙が流れ出ました。その後私は大学で勉強をし、産業班長、局長を経て管理職に長年就きました。成長のその過程に私に向けられた配慮はとても深いものでした。私が英雄の人生を輝かせるよう手を取って導いたありがたい労働党でした。振り返ってみますと、諸村労働党は創立されたその時から70年余り、人民に奉仕することを活動の最高原則としてきました。人民のための政策と路線を打ち出し、人民が実際その恩に預かるようにし、人民の誰もが気高い人生を営めるよう導きました。その下で私の子たちも張り合いある生活を送っています。それで私は労働党を母と呼んでいます。私だけでなく、国中の人民が祖孫労働党を母と呼び、命が尽きるまで慕っています。まさに祖孫労働党はこの地の人皆を自分の息子娘のように顧みる母そのものです。平壌市中区域の祖門という町に住んでいる韓春シルさんの手記をお送りしました。人類史は人民大衆の自主性を実現するための戦いの歴史。社会科学院の研究者、教授博士のキム・ショクモさんのお話です。人類発展역사는인민들이자부성을실현하기위한人類の発展の歴史は人民大衆の自主性を実現するための戦いの歴史だと言えます。歴史を遡ってみますと、人民大衆は何よりも社会の従属から抜け出るため、血の滲むような努力を傾け戦ってきました。
非搾取勤労大衆の最初の進出といえる奴隷暴動と、中世の農民の反封建闘争によって奴隷制度や封建制度が崩壊したのは、社会の従属から抜け出て自主性を実現するための勤労人民大衆の戦いの一環だといいます。しかしそれは勤労人民大衆をがんじがらめにする奴隷の鉄砂を封建の鎖に再び資本の首輝きに変えただけで、搾取と抑圧、支配と従属そのものをなくせませんでした。勤労人民大衆の自主性のための戦いはその後も絶え間なく続き、やがて人民大衆が目指し求める社会主義制度が樹立されることにより、社会の主人として生きようとの勤労人民大衆の思考と要求が実現しました。人民大衆は人類史の発展の全期間、社会の従属から脱するため戦っただけでなく、自然の拘束から逃れ思想的文化的に発展するため絶え間ない努力を傾け戦ってきました。周知のように人類社会の黎明期には人間の想像力も弱く、思想文化の水準も極めて低いものでした。長い歳月の厳しい戦いを通じて、人民大衆は自然を征服する力を培い、知識を積み、生産力を発展させてきました。そればかりか、人民大衆は自分の思想意識と文化の水準を絶え間なく高めてきました。現在人類社会が到達した現代科学と技術、先進思想と文化、これはすべて人民大衆が繰り広げてきた歴史的な戦いの実りだと言えます。これらすべては人類史が自主性のための人民大衆の戦いの歴史、言い換えて人民大衆が社会の従属と自然の拘束、そして古い思想文化の拘束から逃れて自然と社会と自分自身の主人になるための戦いの歴史であることを物語っています。社会科学院の研究者、教授博士のキム・ショクモさんのお話でした。